業界を、発起人で、やろうというふうに、言いました沖と申します。今日よろしくお願いします。今日はもう大変天候に恵まれ素敵な吹雪が吹いている中お越しいただきありがとうございます。今日多分普通にキャンセルされた方結構いらっしゃるので、来られた方はもう本当に松代まで伝説となって言い伝えられることだろうなと思うんですけれども、開催に先立ちまして、私の方から何点か、ご案内いたします。まず、今日のタイムテーブルを、ご覧いただきたいんですけれども、初めの5分間で、私の方からご挨拶を兼ねて、いくつか注意事項をお伝えいたします。で次にこの会場をご提供いただいているいくとこのスタッフの方から、簡単なご紹介をいただいて、で19時10分から、セッションを始めたいと思います。で時間はだいたい50分程度を予定しております。でその後は、質疑応答をやって、質疑応答が終わった段階で、本編については終了ということになります。懇親会に参加される方は、移動せずにですね、このままこの会場でちょっとレイアウトを変えて、この会場で行いたいと思っております。でアルコールソフトドリンク簡単なおつまみなんかは、こちらでご用意いたしますので、楽しんでいただければと思います。でこの会場自体がですね、21時までの営業になってまして、21時ちょっと前から片付けさせていただいて、今21時9時には、完全撤収になるように、ご協力いただければと思います。で懇親会の時間が短いんで、明日は土曜日だしもう雪降ってるからもう朝は帰ってもいいぜっていう人はこの後、二次会として私がまた中野の楽しい夜の街をご案内します。で、トイレなんですけれども、この部屋の中にはなく会場のところにはなくてですね、この奥の、スペースからこう内側の会場の中を通っていっていただくって形になるので、その際のセキュリティのカードが必要になります。ですので、トイレに行きたいなっていう方は今会場後方に、立っているスタッフの、女性の箱石さんにちょっとお声掛けいただければ、セキュリティカードを持って、トイレまでご案内いたします。喫煙スペースは、この吹雪の中なかなか行く人はいないと思うんですけど、喫煙される方は、このセンタルパーク、ここはサウスなんですけども、もう一個イーストっていうのが、あっちのビルがありますので、イーストの2階に喫煙スペースがございます。それと携帯電話かかってきた場合は、申し訳ないんですけども、一旦外出ていただいて、吹雪ところまで行かなくて大丈夫ですので、入り口のところで、電話いただければと思います。で Wi-Fi が、前に書いてある通りの ID パスで、接続できます。で簡単に、最初にその DIST っていう勉強会は何なのかっていうことだけお話ししておきたいんですけれども、DIST What's DIST っていうふうにしてるんですけれども、これはウェブ制作にまつわるあらゆることをみんなで集まって、学んでいこうという新しい勉強会を始めようというふうに、定義しました。いきなり初日この大吹雪になると思わなかったんで大変なんですけども、ウェブ制作って書いてある部分に関しては、ウェブクリエイティブとか IT 関連とか、何でも置き換えていただいていいんですけれども、私自身、ウェブの世界でウェブ制作の世界でご飯食べてきた人間で、この分野つながりをもうちょっと広げつつ、でしかも自分が今必要だと思っていることを中心に、あらゆることを勉強していきたいなと思っているので、そういうことが、この勉強会で勉強できればなと思っています。でそのために、4つの視点と3つのコンセプトを、立てています。4つの視点っていうのは、まずデザインでアイデア、ソーシャルでテクノロジー、こういう4つの視点を持っています。これはウェブ制作に必要なあらゆるものっていうことで、この4つを挙げています。で、次に3つのコンセプトっていうのが3つありまして、職種の垣根を越える、特定の技術に依存しない、今日から現場で使えると。で、1個目の職種の垣根っていうのは、デザイナーだからよくあるのはデザインしか俺はやらねえぞと、プログラムのことは分かんねえなとか、デベロッパーなんで画面のプログラムは書くけれどもデザインのことは俺は知ったこっちゃねえよみたいな、そういう職種に縛られた考え方を取っ払うような勉強会にしたいと。で2つ目の特定の技術っていうのも同じで、HTML5 が最高だとか Unity が最高だとか、
そういう技術的なものに縛られないようにしたいと。で、技術っていうのはあくまで目的を達成するための道具なんで、できるだけいろんな技術を知った上で、その都度適切なものを選んでいけばいいわけで、職種とか技術に縛られるのは本当にもったいないなと思っています。で、みんなそういう横で仕事をしている人たちの領域について、もっと相互に理解し合って、勉強し合おうということが、この勉強会でできればなと思っております。で、3つ目の、今日から現場で使えるっていうのは、今日例えば僕がお話しするような内容がすぐ役立つっていう意味もあるんですけれども、どちらかというとここで、交流会も含めてネットワークを築いて、そのつながりを活用してもらいたいというのがメインになっています。で、よくある勉強会だとこうやって一方的に喋ってもう終わりっていうのがほとんどだと思うんですけれども、あんまりそういうふうにしたくなくて、スタッフのボランティアで手伝ってもらってるんですけども、私のつながりで。でスタッフとかスピーカー、それから今日来ていただいた皆さんそれぞれが普段考えていることなんかを、勉強したことなんかを、ここで交換し合う、スピーカーはもちろんスピーカーなんでしゃべるんですけれども、参加者の方からもいろいろフィードバックをいただいて、それを交換し合って、それを糧にしてまた、皆さんなり、私たちなりが、現場で頑張ると、そういうサイクルがこの場所でできればいいなと思っていまして、考えています。で、最後になりますけれども、ディストという名前で、今後も定期的に開催を考えていますので、今お話したような視点とコンセプトを持って、さまざまなテーマで勉強会していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。で、行くとこの、スタッフの方杉山さんに、簡単なこの場所のご紹介を、まずいただきたいと思いますので、杉山さんお願いいたします。皆さんこんばんは。行くとこ、この場所中野じゃない方いらっしゃいますか？中野じゃない人ばっかりですかね、もしかして。中野イコール IT っていうイメージ全くないと思うんですが、中野区はですね、11月にこの、産業振興拠点というところをオープンして、中野は IT を始めましたという一応宣言を、世の中にしてですね、1月からはその、若手起業家とか、それから学生起業家、特に IT、ICT コンテンツの、業者の方々を、区内には実は700社あるんですが、皆さんですね、クライアントさんから広告代理店が受けて、その下の下ぐらいの三次受けみたいなですね、ところで、キャッシュフローも一つで、日々の仕事を、こなされているという方が中野区には多くいらっしゃいますので、そういう方々がですね、ちゃんとこう自分のサービスとかを外向けに出せるようなですね、支援等をこの場所でしていくというために、昨年11月にオープンした、行くとこという名前の、拠点でございます。この場所はですね、今回は沖さんの方で、このような勉強会を、開いていただきましたけど、毎週金曜日に起業家の方々のためのセミナーとかですね、そういうものを、毎週開いていくということで、自分の持っている技術等をですね、グローバル化するとかコンシューマーに向けるとかですね、そういうことを、喚起させるための、セミナー等を行っております。今日足元、悪い中お越しいただいてですね、実は本当の景色はすごい、新しい景色になってまして、キリンビールさんとか、上には東映アニメーションさんとかですね、いろんな会社の本社機能がですねここに集結して、仕事等もですね、少しずつ増えつつあるという感じになってますので、ぜひですね、今日以外にもこちらの方にぜひ遊びに来ていただければなと思ってますので、よろしくお願いします。ちなみに私はですね、中野経済新聞というもの、編集長やってまして、日本全国に90個ぐらいある、渋谷経済新聞とか丸々経済新聞、丸々経済新聞知ってる方いらっしゃいますか？インターネットの新聞、知ってらっしゃいます。私は中野区でやってますけど、横のつながり等をですね、インターネットの力で、つないでいくという、使命を負ってやってる関係もありですね、皆さんの方のとつながることでですね、
各、他地域のですね情報等も交換しながらですねネットワークを形成していければなと思ってますのでぜひ、よろしくお願いします。以上です。杉山さんありがとうございました。それでは、順次セッションの内容に入っていきたいと思います。今の時間から、だいたい8時まで、SASを始めようという、タイトルで、お話しさせていただきます。すみません、さっきから着席だったんですが改めて、セルワンの大木と申します。よろしくお願いします。では始めていきたいと思うんですけれども、まあ、最初に自己紹介簡単に、させてください。大木と申します。ツイッターのアカウント448JP という、まあ、こういうアイコンでツイッターをやっております。で、5年6年ほど前から、セロワンという屋号で、フリーランスとして、インタラクションデザイナーという肩書きで、仕事をさせていただいてまして、最近やった仕事だと、去年ユニクロのインドネシアの、店舗が第1店舗目が、開店したんでそれのキャンペーンサイトなんかを作ったりとか、一昨年になりますけどもマッキャンワールドグループジャパンさんのリニューアルに、関わらせていただいたりとかあとはまあ、もう5年4年くらい、ウェブデザイニングという多分皆さんご存知の、 あのウェブデザインの専門誌があるんですけれどもそこで、フラッシュラボという、まあ、フラッシュにまつわる連載をさせていただいたりしています。まあ、あのフラッシュラボは今フラッシュこういう状況なんであの最近はあのフラッシュの話だけじゃなくて HTML5 に書き出しできる話なんかもあの最近は書いていますので、まあ、ぜひよかったらご覧ください。で、今日お話しすることなんですけれども、まず最初に、まあ、SAS とは何か、まあ、基本的には今日、SAS のSASがどういうものなのかっていうこととどうやったらSASが使えるようになるのかっていうことをお話しするんですけれども、SASSASSASはすごく機能が多い言語なので多分0から10までお話しするとそれだけで多分 2,3 時間はもうちょっとかかかってしまうと思うんですね。なので、ある程度、これは使うだろうという、まあ、主要な機能を絞って、お話ししたいと思っています。それから、まあ、制作環境のセットアップ、実際 SAS を書くためにどういう環境が必要なのか、実際に、まあ今使っている Windows でセットアップしてみましょうと。でそれから最後に、まあ、実用テクニック、まあ、これちょっと時間があればっていう感じになると思うんですけれども、実際に現場で SAS を使うときに使えそうなテクニックっていうのをご紹介できればとは思ってるんですけども、一番最初にあのさっき双方向で交換し合うという話を、あ、そう、あのスライドに関してはこれ後日公開しますので別にメモったりとかあの SAS とか CSS の部分メモったりとかしなくて大丈夫です。で一番最初にあの皆さんにちょっとお聞きしたいなと思ってで一応今日30人募集してですね申し込み自体は30人きっかりあったんですがあのこの素晴らしい天気の中なるもので、人数はそんなにまあ、10人ぐらい来ていただいているんですけど、あれなんで、まあ、ちょっと狙いとは違うんですが SAS について、今日知りたいなと思ってきたこと、まあ、多分皆さんその SAS の勉強をしようと思って今日来られたと思うんで、じゃあ SAS について一番知りたいのは何なのかっていうことをちょっと、一人一つ一番これが知りたい今日これを知って帰りたいっていうものを付箋にちょっと書いていただきたいなと思って付箋紙を用意しました。でちょっとこれ配りながら喋りますけどあの、まあ、さっき書いたようなこういう、まあ、SAS の機能を知りたいとかあるいは SAS、うん、大丈夫ですか SAS をじゃ あの実際作る環境について知りたいとか、まあ、環境について知りたいんであれば Windowsなのか Mac なのかとか、まあ、そういうところも具体的なところも含めて、ちょっと付箋紙にですねあのお名前は結構ですのでちょっと書いていただけますかせっかくなんで。で書けた方からあの前のホワイトボード の, あのパスワードの下あたりでいいんで自分でこう行ってテケテケッとペットと貼ってください。でそれに対して
なるべく具体的にセッションの中で、あ、大丈夫ですか、すみません、お答えしていただくような形で、ちょっと今日は進めていきたいなと思ってます。何でも大丈夫です、ね、逆に SAS について俺は全部知ってるから他のことが聞きたいぜっていう方は他のことでも大丈夫です。はい、一つだけにしてくださいね、一番聞きたいこと。まあ、逆にその SAS 今もう使っててこれ悩んでるよとかそういうことでもいいですし、まあ、機能の特にあの機能なんか聞いたことあるけどあの機能聞きたいなみたいな、もうかけた方は全然貼っていただいて大丈夫です。そもそも何なのかすらよくわからんという人はそういうことを書いていただいても大丈夫です。ありがとうございます。一応一通りの機能に関しては喋るつもりではいるんですけど、どこにちょっと時間を割こうかなっていうのでちょっと参考にさせていただきます。ありがとうございます。あ、ちなみにツイッターやってる方はガンガンこの内容に関してつぶやいていただいて結構ですので、ハッシュタグはディストでお願いいたします。書きました？まだ悩んでる？1,2,3,4,5,6,7,8。じゃあ書けた方は貼っていただいて、まだ書けてないっていう方は話してる最中に貼っていただいても大丈夫ですので、ちょっと先進みますね。で、じゃあまずまあそもそもじゃあ SAS 何なのかっていうことをお話ししておきたいんですけれども、まあ SAS の公式のオフィシャルサイトに行くと、まあこうやって書いてあります。SAS is the most major, stable and powerful professional grade CSS extension language in the world。 まあそのまま Google 翻訳に投げるとですね、 SAS は、まあ、世界で最も成熟し安定したかつパワフルなプロ級の CSS の拡張言語であるって言われてるの、何のことやら一つもわからないっていう感じなんですけど、じゃあ具体的にとりあえず何ができるのよっていう話をするとですね、普通、まあ、CSS で、まあ、書いていくと、まあ、こういうコードになったりすると思うんですよ。今日ちなみに一応前提の知識としては HTML と CSS はなんとなく書けるっていう前提にしているので、そもそもこれを何書いてるかわからないっていう人はちょっと残念ながら50分間お休みいただいてるっていう感じなんですけども、まあ多分大丈夫だと思います皆さん。で、CSS 書くときって大体こういうふうにセレクター書いて、まあ、その中に要素を書いたり、まあ、さらにセレクターつないだりして書いていくと思うんですけれども、まあ、大体典型的なコードとしてはこういう感じになると思うんですね。でそうすると、まあ、まあこれでいいじゃんということなんですけども、これを SAS を使って書くとどういうふうに書けるか、まあ、こういうふうに書けます。まあ見るとなるほどねとは思うんですけど、もともと一つのセレクターに対してこの中括弧で囲って、まあプロパティを、まあ今1個しかないですけど複数書くことも当然できるわけで、それを書いていくんですが、1個のセレクターの中にの下に子供にさらにセレクターをつないだ場合っていうのは、SAS の場合だとこうやって中括弧の中に全部を入れちゃえるんですね。で
ここにコンテント、コンテント、コンテントって繰り返し書いている部分に関しては、中括弧の中に全部入れちゃうことで、まあ、コンテントって書いてある部分を省略することができると。まあ、これが、まあ、SAS の代表的な機能です。まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、CSS を書くために、書き方をちょっと良くしてあげるっていうのが、まあ、SAS の主要な機能のうちの一つです。まあ、つまり SAS っていうのは、まあ、そのまま SAS っていうのをあの省略してるんですけども、まあ、本名、本当の名前はシンタクティカリアウェサムスタイルシーツっていう名前がついてまして、一応、まあ、これそのまま訳すと構文的にイケてるスタイルシートっていう、まあ、つまり CSS は普通に書くとちょっとイケてなくて、まあ、SAS 使って書くと かなりイケてる感じで書けるぜというふうに、まあ、この人たちは言ってるわけです。まあ、つまり CSS を効率よく記述するための拡張言語であると。で、別名で、まあ、CSS プリプロセッサとか CSS メタ言語っていうふうにあの言われたりもします。で、CSS プリプロセッサーだとですね、まあ、他にも実は SAS 以外にもいろいろありまして、まあ、代表的なところで REST とか STYLUS とかっていうのが、まあ、この表に挙げるものがあるんですけれども、まあ、例えば REST っていうもんで言うと、まあ、Bootstrap ってあの Twitter が出している CSS のフレームワークがあるんですけど、あれで採用されてたりとかするものですね。ただまあ機能は SAS よりちょっと少なかったりとかします。で、まあ、ちょっとずつこう機能はいろいろ違うんですね。SAS っていうものと REST で書ける、機能っていうのはちょっと違ったりとか、あるいは STYLUS っていうものだとさっき、お見せしたような書式では書けなくて、もうちょっと簡素化したような記法で書いたりとか、まあ、ちょっと、効率化のやり方が違うというか、そういうようなものがあります。で、じゃあこんないくつもある CSS プリプロセッサーの中でなんで SAS がこんなに使われてるのかっていうところなんですけども、まあ、何がいいかっていうと、まあ、まず、一つ目は全てのバージョンの CSS と互換性があると、まあ、全てのバージョンっていうと、まあ、何かっていうと、最近だったのモバイル向け、スマートフォン向けに CSS3 とかっていうのが結構、使われて、まあ、角丸にするための CSS とかドロップシャドウつけたりとかボックスにシャドウつけたりとかっていうのあると思うんですけども、まあ、そういう最新の CSS3 から、まあ、昔の CSS2.1 とか2とか1まで、そういういろんなバージョンの CSS を SAS で書けるっていうのが一つ挙げられます。で、さらに、用意されている機能が豊富、さっきのようにあのコンテントっていう、ID セレクターを省略しましたけれども、あれだけじゃなくてその他の機能の数が本当にもうべらぼうに多いです。他の CSS プリプロセッサーと比べてもかなり多いで、結構ここはポイントなんですけども、7年以上も実は SAS っていうのは開発とサポートが続けられていて、長くある言語なんですね。長くある言語ってどういうことかっていうと、これから CSS がまあバージョン3、バージョン4と上がっていったときに、まあ、SAS っていうのがなくなると困るんですよね。SAS で我々が仕事でこう言語を書いていて、2年後に SAS っていう言語がなくなりました。じゃあさよならって言われると、今までじゃあ運用してたウェブサイトどうするのって話になるんで、まあ、それがまあ割と長年続けられている言語であるっていうことは、まあ採用するに値するのかなっていう、ふうに思っています。あとは国内でいうと、まあ、採用企業が多くて、まあ、LINE さんとかクックパスさんとか CA さんとか、まあ、いろんな企業、もうこれ以外書ききれないんで、たくさんの企業で使われています。で、まあユーザー数が多いっていうのも、ポイントですね。まあ、ブログ検索したらブログが出てくるし、日本語英語関係なくいろんなブログが出てくるんで、まあ、こうやって勉強会もやって、お互いに悩みを共有しやすい。で、まあ、フレームワークの充実、まあ、今日はお話ししないんですけども、コンパスっていうフレームワークがあって、SAS をさらに充実させて、書けるようなフレームワークがあるんですけれども、そういうフレームワークもたくさん SAS 向けには用意されていると。まあ、こういうような理由から、他の CSS プリプロセッサーに比べて、SAS を選ぶ理由があるのかなと思っています。で、じゃあ実際分かった分かったと SAS をじゃあ書いてみようじゃねえかというな感じなんですけれども、じゃあ実際書くときにどういうふうに書けばいいかっていうと、実は SAS にはあの2つの記法があります。さっきまで SASS って
頭の S だけ大文字で ASS は小文字だったんですけど、記法のことだけ言うときは全部大文字で書くんですよ。これわざと間違えてるわけじゃなくて、ごめんなさい、赤見づらいですね、刺す、これですね。記法のことを言うときは全部大文字で書きます。で、刺す記法っていうものと SCSS 記法、こっちは刺すってすげえ読みやすいのに、こっちは SCSS ってもうなんか長ったらしいなって感じなんですけど、まあこれ SCSS って読むらしいんで、外人に言わせると SCSS 記法と呼んでください。まあ2つ記法があります。で、具体的にどう違うかっていうと、まあ書いてある通りなんで見てもらえればって感じなんですが、さっき書いたようなコードを刺す記法で書くと、もう中括弧すらなくしてしまうのが刺す記法なんですね。で、最後のセミコロン、 CSS プロパティ書いた後セミコロンで閉じるんですけども、これさえも省略してしまう。で、これでどうやってネスト、この、コンテントっていうセレクターの中にこのプロパティがあると認識しているかっていうと、インデントで認識してるんですよね。タブ入れてるとかスペース入れてるとか。なのでこのインデントが崩れると刺す記法だとうまく動作しなかったりします。で、対して SCSS 記法っていうのは、まあ通常の CSS と基本的には同じで、中括弧なりセミコロンなりっていうのはきちんと省略せずに書かなきゃいけないと、まあこういう違いがあります。で、もともとは刺すで書くっていう時はこの刺す記法だけだったんですね。なんですけど、この方法って確かにかっこいいんですけど、今運用しているサイトの CSS をこの刺す記法で書き直そうって言われたら結構面倒くさくないですか。全部セミコロン取って中括弧取ってインデントかかってなかったらインデントつけてっていうのは、いやいやこれ全部一からやんのかよっていう感じじゃないですか。だけど SCSS 記法だと、実はこれ極端に言えばですね、 SCSS 記法にCSS をそのままコピペしたっていいんですよ。なんでかっていうと、まあ、この中括弧つけたりセミコロンつけたりっていう基本的なルールは CSS と SCSS 記法は同じなので、こうやってネストとかっていう機能を使ってなくても、まあ、CSS コピペしても SCSS 記法なら動くんですね。なので、一部だけ SCSS 記法で SAS を使うっていうこともできます。既存のサイトは CSS でバーッと全部書いてあるんだけど、新しいスタイルに関しては SCSS 記法を使って SAS で書こうということが、まあ、そういう一部分だけ使うということができるので、最近ではこの SCSS 記法の方が SAS ではメインの記法になっています。で、まあ、公式サイトなんか見てもサンプルは全部この SCSS 記法で書いてあるので、まあ、大体普通は SAS といえばこの SCSS 記法で書くんであると思っていただければ間違いありません。で、今回も、今日のお話も基本的にはこっち全部 SCSS 記法で、お話しします。で、たまに、SAS って言ったら、ごめんなさい、SAS って言ったらこっちでしょって感じでこう SAS 記法のことを書いたりとかしている人もいるんですけれども、まあそれはそういう違いがあるんだというふうに思っておいていただければ大丈夫です。で、まあこれはどちらでも選択して選べますんで、いや俺はこっちを SAS 記法の方がかっこいいわっていう人は SAS 記法で書いていただいても大丈夫です。はい。で、じゃあ分かった分かったと、 SCSS 記法、なるほどと、まあ、CSS そのままでもいけるんだねっていうことなんですけど、じゃあ新しい SAS の機能を使ってみようっていう方は、まあ、利用手順どういうふうにやるかっていうことなんですね。で、まず CSS と同じように SAS ファイルを作って、まあ、拡張子に、SCSS.SCSS ってつけて、まあ、CSS も同じですよね。テキストエディターとか、まあ、皆さんお使いのいろいろドリームウィーバーとか、サブライムテキストとかウェブストームとかあると思うんですけど、まあ、そういうもので普通にこう書いていきます。で、さっきの SAS 記法ですね、 SAS 記法の方でもし書く場合は拡張子は SASS にしといた方がいいと思います。まあ、これは使い分ける感じですね。で、まあ、あんな感じでこうファイルを作って書いていくと。で、書いていくんですけれども、実はこの SAS ファイルっていうのは直接ブラウザに読み込むことはできません。で、どうするかっていうと、一回コンパイルっていう作業をして CSS に変換します。
コンパイルっていうのは何かっていうと、まあ、プログラムを使ってですね、SCSS で SAS を書いてあるものを、まあ、こうゴニョゴニョっとプログラムが変換をしてくれて、最終的に CSS ファイルを出力すると。なので、実際に自分が作成、記述するのは SAS ファイルなんですけれども、最終的には CSS ファイルに変換して CSS ファイルを作るんです。で、ウェブブラウザーに CSS としてそのファイルを読み込んで使います。なので、作った SAS ファイルっていうのは、実は、見てもらうときには、いりません。実際に完成したサイト、HTML 書いて CSS 書いて、まあ、出力して、画像とかアップロードするときに SAS ファイルをアップロードする必要はありません。じゃあここから、一個一個の SAS の機能をちょっと紹介していこうと思うんですが、冒頭に今日 SAS の何が一番知りたいかっていうことを書いていただいたんで、途中からちょっと参加された方は後で質疑応答とかでお聞きしますけれども、よいしょよいしょ、この皆さんの付箋をちょっとチェックさせてくださいね。はい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 今お話ししておいた方が良さそうなことは、ですから乗り換えるときどうしようかっていうのがあるんですけれども、すいません、僕レス使ったことないんですけど基本的にウェブサイトを作るときって、まあ、一人でやったり複数人でやったりするんですが、言語をやっぱり統一しないといけないんですよね。 JavaScript で例えばコーヒースクリプトとかタイプスクリプトとかで書いて JavaScript で変換するっていう、まあ、言語はあると思うんですけれども、あれと同じで何か一つ JavaScript のプロジェクトがあったときに、俺はコーヒースクリプトで書くけどお前はタイプスクリプトで書いてくれって言って、で最終的にそれをガッチャンコして JavaScript のプロジェクトにしようっていうのはなかなか現実的には難しいというか、まあ、不可能に近いんで、基本的には記法を統一しなきゃいけない。なので REST で書く場合はもうそのチームあるいはそのプロジェクトっていうのが最初から最後まで REST で行くよっていうことは決められてないといけないんですね。なので、まあ、今回で言うと、まあ、SAS をやりましょうってなった場合は基本的にチームみんなが SAS ができないとなかなか難しい、まあ、あとちょっとそのじゃあ SAS は書けないけど CSS 書ける人はどうするとかってお話は最後にするんですけれども、なのでそういうまず統一があった上で言うと、基本的に乗り換えっていうのはありえないっていうことですね。途中から変えましょうっていうことはありえないんで、まあレスで書いたプロジェクトはレスで完結させておいて、SAS で書かなきゃいけなくなった場合は新しく SAS で書いてくださいっていうのが、まあ、現実的なところなのかなと思います。でそうじゃねえなと思う人は後でちょっと質疑応答とかでご意見いただければと思います。で、概要、ここは便利、うん、はい、分かりました。そしたらじゃあざっくりちょっと SAS の機能、皆さんなんとなく SAS っていうものはざっくりは知ってるような感じなので、そんなに一個一個の機能を詳しく説明せずに、どっちかっていうとその使いこなしとか導入方法を聞きたいっていう、方が多いんで、そっちをちょっと熱く話すようにします。とはいえ、まあ、一応ざっくり SAS の機能なんですが、まあ、ルールのネストですね。これは、一番冒頭でもお話しした通りで、こういうふうに1個のセレクターの下に個セレクターこうあるものを省略してインデントすることで、中括弧で挟むことで省略して書くことができると。でここから先、左側が SAS でそれを変換した CSS が右側になると思ってください。これが、まあ、ルールのネストっていう機能です。1個のルールセット、この中括弧で囲まれている部分をルールセットっていうんですけども、1個のこのルールセットを、さらにネスト入れ子にして表現することができると。これがルールのネスト機能です。
さらにルールのネストに関係して親セレクターの参照っていうこともできます。例えばあの A タグ、リンクを貼るときの A 要素で背景色つけたとして赤い背景色が出ますと、でホバーで、疑似クラスで、ロールオーバーマウスポインターをその A 要素にロールオーバーしたときに何か背景の色を変えたいなと思ったときには、こういうふうに書くことができると。でどういうことかっていうと、コンテントっていう ID の下に A 要素があります。でそれの背景色は赤ですよと。でその A 要素のホバー状態っていうのを定義するときに、この同じ中括弧の中でアンバサンド、アンドマークですねを使います。このアンドマークを書くことによって、これはこの親のセレクターのことですよ、ここのことですよっていう明示になります。でその後に通常通りセレクターを書いてあげると、親セレクターを参照することになると。なのでこの書き方をして CSS に変換すると、1個目のこのプロパティに関してはそのままコンテント A に、まあ、赤の背景があると。でホバーに関しては、アンバサンドを使って親セレクターを参照しているんで、コンテント A のホバーっていうふうに勝手にこう変換してくれて、背景色はまあ黄色ですよっていうふうに書いてくれると。まあこれだけだったら別に CSS で書いても大して大変じゃねえよって思うんですけど、これが100個200個になっていき、であるいは CSS なんでセレクタークラスセレクターがたくさんあって、 JavaScript で書くときに isOpen っていうクラスを作って、やっぱり isActive もいるなとか isCurrent はいるなとか、でしたらなんかクライアントがいやそれノンアクティブ状態もいるんですよとか言われて isNonActive とか作っていくと、このアンバサンドを使っていることでもう本当良かったなっていうことがたくさんあります。でさらにネストに関してはプロパティもネストすることができます。これはっきり言って使いづらいんで使わなくていいんですけど、例えばボーダーってボーダー -left っていうプロパティがもともと CSS にあるじゃないですか。でこれを書くときにボーダーっていうふうにだけ書いて、さらにネストして left って書くと変換するとボーダーレフトになるんですよ。こんな機能何のためにあるんだっていう感じはするんですけど、まあこういうふうに書くこともできるっていうふうに覚えておいてください。でハイフンが2つある、例えばボーダーボトムビズとかボーダーボトムスタイルとか、こういうプロパティに関してはさらに2つネストすることでボーダーボトムビズみたいな、こういうふうなネストをして表現することもできます。まあこれはなんかあんま使いどころわかんないんで僕は一切使ってないです。はい、次。これ結構僕は重宝している機能で、CSS って基本出しちゃいますけど、コメントってこういう書き方じゃないですか。で、書きづらいんですよね。ちょっとだけコメント書こうって思ってるのにスラッシュとアスタリスク書いて、でコメント書いて、でさらにもう一回スラッシュとアスタリスク書かなきゃいけないって、なんか冗長だなと思ってるんですけど、サスだと1行コメントっていうのが使えてですね、スラッシュ2つでコメントを書けます。でこれ書くと、まあ1行だけですね、スラッシュ2つなんで1行だけなんですけどコメントを入れられることができると。でただサスでコメント1行コメント入れてもですね、変換すると CSS になった時にはこれは消えちゃいます。でこれはもうこういうもんだと思ってください。サスの時に、自分がなんとなくここ分かんなくなりそうだから、これはこういうスタイルだよっていうことが分かるようにメモしとこうと思って使うようなコメント機能だと。まあ、要は実際にユーザーが読み込むための CSS ファイルにこれはいらないよねっていうコメントを書くっていう感じですね。で、さっきちょっとありましたけど、通常のコメントってこんな感じじゃないですか。で冒頭にお話した通り SCSS 記法だと、CSS の記述そのまま使えるんで別に使えます。 SCS SAS でもね。でそれ変換するとそのまんまこれが出てきます、コメントが出てきます。でただ、後ほどちらっとお話しいたしますが、SAS を出力するとき、 CSS に出力するときにフォーマットが4つあるんですよ。で4つありまして、そのうちにコンプレスドフォーマットっていうのがあります。コンプレストって何かっていうと、まあ、要はすごくちっちゃく
圧縮しちゃうっていうフォーマットがあるんですね。でこのフォーマットで出す と、そもそも SAS で書いたときに例えばスペースとかインデントとかあとこのプロパティの、後にごめんなさいここ今スペース入っちゃってますけどこれ消えます。後に入っているスペースとかあとこのセミコロンの後に改行しているとかこういう一切の、装飾本来 CSS に必要ない部分っていうのがコンプレスフォーマットを使うと消えるんですね。こんな感じで1行で出力されます。で今これ1個しかセレクターないルールセットないですけど CSS がバーってあったら、その長いものが1行にガーッと圧縮されて出てきます。でこういうフォーマットの時は、元々の通常コメントも消えちゃいます。なので、フォーマットによって出力するフォーマットによって、このコメントの扱いが変わるっていうのは結構注意が必要です。で具体的に何が注意必要かっていうとJQuery とかライブラリーを SCSS で使った場合に、その中にライセンスが入ってるんですよね。 JQuery とかだとあの冒頭のところにこの JQuery っていうのは MIT ライセンスでとかって英語で書いてあるじゃないですか。であのライセンス文が例えばこのコメントで書いてあるとコンプレストフォーマットでもし出力しちゃったら消えちゃうんですよ。で MIT ライセンスってライセンス文をつけたままじゃないと使えないんで例えば JQuery を SCSS の中にコピペして使って、そのままコンプレストフォーマットで出したらライセンスが消えちゃうと。これはまずいと思ったんで実はこういう機能もありますっていう話なんですけどそれがこれ絶対に残るコメント絶対に笑わないみたいなあのすごい便利なコメントがありまして、まあ、絶対にこれは消しちゃダメだっていう時に書くコメントこれは基本としては普通のコメントの後にスラッシュアスタリスクの後にビックリマーク1個挟むんですね。でこれ書いてあるとコンプレストフォーマットで出力する時もそこの部分のコメントだけは一緒に出してくれます。なので実は jQuery のライブラリーとか開いてよく見るとあのこういうふうにソースのコメントのとこ書いてあると思います。なので自分がなんかこうあこれ消したくないなみたいなコメント例えば、まあ、あのすごいデスマーチの案件やっててなんかクライアントの文句をちょっと CSS に忍ばせてやろうっていうすごい勇気のある方はこれで書いて出力しておくともうここに文句がバッチリ残ります。まあ実際これあんまり使うライセンス以外で使うことはないと思うんですけど、まあ、ライセンスをなんかこう書かなきゃいけないとか残さなきゃいけないっていう時はこういうふうに書いておけばいいと思います。で、まるにあのライセンスがあるライブラリにもかかわらずこういうコメントになってないものとかがあるんでそういうのを使うときは、まあ、これ入れて SAS にしとくと、まあ、便利ですよっていうことですね。で次、変数も使えますよと、変数って変数っていう言葉が何のことだかさっぱり分かりませんっていう方いらっしゃいますか。本当に大丈夫ですか。大丈夫ですね。変数使います。変数が使えるってことは例えば色ですね、まあ、一番変数の使いどころとしては僕は色だと思ってるんですけども CSS であのいろんなところに色を書くじゃないですか。ボーダーの色とか背景色とかね。で大体ウェブサイトで使う色ってそんな100色も200色もあるわけじゃなくて、まあ、デザイナーが指定した色、まあ、大体10色もあればいいと思うんですけども、そういう色が、まあ、あちこちに CSS にどうしても書かなきゃいけないと。でそういう時に変数を使っておくと、まあ SAS ではドル記号を書きましてでその後に変数名を書きます。でその後は通常の CSS のプロパティと同じで、まあ、色なり、まあ、プロパティなり何なり値なりを書くんですけれどもこうやって書くとこの変数名でいろんなところで呼び出して使うことができると。でそうするとどうなるかっていうとこの画面でいうとナイスカラーっていう変数に代入してある赤色ですよね FF0000 でそれが変数名を書いたところに反映されて出力されると。なので CSS の方ではレッドこれちょっとキーワードに変換されるんですけどこれ赤なんでねナイスカラーって書いてある部分がちゃんと変数の中身になっているということです。でこれやっぱり何がいいかっていうと一箇所変えれば全部に反映されるっていうのがポイントでボーダーに使ってる色がすごい薄い青だったなとか でも中身は濃い色で背景色ついてるなとかっていうのが
CSS 一個一個プロパティ見ていかなくても、まあ、変数で全部定義しておけば、そこを一箇所変えるだけで全部のサイトの全部のプロパティに対して反映されるというので、まあ、僕に関しては、色を扱うときは基本的に CSS のようにここに直接書くことはなくてですね、全部もう変数で定義してます。なのでもう CSS の中で使う色を使うときっていうのはもう真っ白だろうが真っ黒だろうがとにかく、カラーなんとかっていう、まあ、名前を自分でつけておいて、でそれをリストにしてもうサイトの中で使っている色は何色があるっていうのをもう CSS サスを見るだけで分かるようにしておくと、後でも自分ですごく楽ですね。で逆にデザイナーがミスってる可能性もあって、あの PSD 見ると確かにこの色なんだけど実はデザイナー的にはあの作業ミスをしていてそのページだけ薄い色にしてしまってたということがよくあるので、そういうのをコーディングしていくときに、あここのページだけなんか色おかしいんだけど大丈夫とかって言ったりすることができる。でそういうのもこういう変数にしておくと気づくことができます。でちなみに変数で使える、文字は、普通に英数字使えるんですけど、実は、マルチバイトも OK なんで日本語も変数名に使えたりします。あとアンダースコアとかハイフも使えます。で変数はスコープがありまして、スコープっていうのは、まあ、変数がどこで使えるか、変数の有効な範囲っていうことなんですけれども、さっきは変数を、まあ、普通にルートというかベタの部分で定義してましたが、セレクターの下に、変数を定義することもできます。例えばコンテントっていうセレクターを ID セレクターを使ってその下に変数を定義すると、でそうするとどうなるかっていうと、この定義した変数を定義したセレクターのルールセットの中ではこの変数は有効なんですね。なのでここだけだと正常なんですけれども、このルールセットの範囲外、H1 とかって普通にこの鍵括弧の外側でこの変数定義した変数を使おうとすると使えないんですよ。なのでこれを変換するとあのエラー文、こういうエラー文が表示されます。まあ具体的に書いてあるのが Undefined Variable Nice Color、 要は変数が未定義ですよと、 Nice Color って言って変数が未定義ですよっていうエラーが出るんですけども、こんな感じで定義した場所でしか使えないっていうことに注意してください。なので、まあ、色のようにどこでも使いたいものに関しては、まあ、冒頭で紹介したようにベタでこう変数を書いておくっていうのがまあ無難なところかなと思います。逆に、ここでしかこれは使わないっていうものに関しては、変数をこういうふうに ID セレクターなりクラスセレクターの中に入れて宣言しておくっていうのも、まあ、逆にこれはこれで、制限をつけることになるので管理のしやすいポイントではあると思います。でさらに、四則演算ですね、計算することができると。で足し算、引き算、掛け算、割り算全部使えます。でここの例だと引き算ですね、幅ミスプロパティに対して、まあ、980ピクセル引く40ピクセルみたいに書くことができます。でそれを出力すると、まあ、940ピクセルですよね、まあ、ここ計算できますと。これ何使うのって感じなんですけど、結構実は使うんですね。これどういうふうに使うかっていうと、 JavaScript で結構最近はあの動的に要素をブラウザのウィンドウをこう動かしたりした時に、それに合わせて計算をし直して、なんていうんですかね、スタイルを定義したいとかっていう時に、その要素がこのウィンドウの幅だった場合はこっちの幅で、このウィンドウの幅だったらこっちの幅でみたいな、その条件によって与えるスタイルを結構分けたいみたいな時に、こういうふうに四則演算しておくと元の値は一緒でそれに対してどうなった値をここに入れたいんだっていうことがSASで定義できるんで、まあ何て言うんですかね、見た目に分かりやすくなるっていう感じですかね。結局最終的に出力される CSS では940ピクセルって出るんだから。まあ、最初から940ピクセルって書けやとは思うんですけど、そうじゃなくて何か値をベースにしてさらに計算した値がここに入っているんだよっていうのが、まあ、明示できるっていうのが四則演算の結構ポイントかなと思います。これも割と便利な機能です。でこれ使う時のポイントなんですけど、必ず四則演算のこの演算子、足し算、引き算、掛け算、割り算の記号の前後に半角スペースを入れてください。そうじゃないとマイナスの値と勘違いされて計算されるんでエラーになっちゃいます。
なので、必ずこの演算子の前後には半角スペースを入れるっていうのがポイントです。あとは、今ピクセル同士で計算してますけど、違う単位で同士でも計算することができます。確かパーセンテージ引くピクセルとかそういうこともできたりしますね。はい、次、関数ですね。関数は、いくつか便利な関数が用意されてて、ここでちょっと全部は紹介しきれないんですけども、SAS 自体が用意している関数っていうのがあります。でこれで言うと、今 Lighton っていう関数を紹介してるんですけど、これはどういう関数かっていうと、色を明るくする関数です。具体的に言うと、ここでコンテントってセレクターの背景色バックグラウンドカラーに赤を指定するんだけれども、この Lighton っていう関数を使って、さらにこの赤を 20% 明るくしてくださいっていう指定をすることができます。でそうすると、真っ赤なものから 20% 明るくした値が計算されてここに入ってくると。これどういうふうに使うかっていうと、結構あるんですけど、デザイナーは PSD 1枚で仕上げてきますと。でボタンはあるなと思うんだけど、そのボタンにロールオーバー状態がついてなくて、でメールでここマウスオーバーしたら明るくなるようにしてくださいみたいになんか言ってきたりするんですよね。でその時にいちいち PSD に戻って明るくした色をなんかスポイトで取って16進数をコピーしてとかやらなくても、こういう関数を使えば一発で 20% 明るい色とか 10% 明るい色っていうのが作ることができる。これは結構便利ですね。そういう時に使ってます、僕は。で関数はいろいろあって、暗くする関数とかいろいろあるんですけども、それ以外に独自の関数を作ることもできます。ここで言うと getDouble っていう関数を自分で作って、それに値を渡すと値が倍になって返ってくるっていうような関数を作ったりとか、ここで要は計算してるわけですよね。掛け算しているというようなことができます。で、関数と、もう一個ですね、似たような機能としてちょっと時間がなくなってきたんで先に飛ばしていきますけど、似てる機能でエクステンドとミックスインっていうのがあって、それ使いどころを聞きたいという方がいらっしゃるんでちょうどそれをお話ししたいんですけど、関数は基本的には、値を返すものですね。で逆にエクステンドっていうのは、スタイルの継承ができると。スタイルの継承は何かっていうと、2つ、セレクターがあった場合にあるセレクターをの中で、書いているプロパティ群をそのまんまこっちで使いたい、別のセレクターで使いたいっていう時に同じ内容を書くんじゃなくて、それを定義したセレクターをアットエクステンドって書いた後にそのセレクターを指定すると、そのセレクターで書かれているルールセットの内容、プロパティの内容が全部このエクステンドしたセレクターにも適用されるっていう機能です。でこれは、もうすでに書いてあるスタイルを他のスタイルで他のセレクターで使いたいっていう時に使うんで、今は全く同じスタイルを使ってますけども、例えばこのコンテントっていうスタイルを元にしてちょっと拡張したい、コンテントっていうセレクターに定義されているプロパティを基本的には使いたいんだけど背景色だけ変えたいとか、そういう時にエクステンドを使ってまずコンテントを継承しておいて、後でこの後ろで背景色だけ上書きするみたいな使い方をするのがエクステンドですね。でさらにちょっと違う似たような機能としてあるのはミックスインっていうのがありまして、これは結構関数と似ているところはあるんですけれども、セレクターじゃなくて、普通にミックスインなんとかアットミックスインなんとか、このやいって書いてあるのは自分の好きな名前にですけども、自分で独自のミックスインっていうのを定義します。でここで定義してプロパティを、リスト複数でもいいんですけども書いておくと、別の部分でアットインクルードミックスインの名前ですね。でこうやってやると、この部分で書いたプロパティがこっちに使われるというようなことができます。でミックスインとエクステンドとファンクション独自の関数っていうのは結構似てるんで使いどころが分かりにくいんですけれども、
ファンクションは基本的に値の計算に使うと。ここで言うと幅に何を入れるのかっていう時に使う、まあ、幅でも何でもいいですよ。背景色でもいいし、高さでもいいし、パディングでもマージンでもいいんですけど、そこに何を入れるのかっていう値の計算で使うのが関数。関数の場合は add function っていう記法なんですけど、それがまあ関数だと思ってください。逆にすでにあるスタイルを別のところで流用したい、継承したいっていう時に使うのがエクステンド。でミックスインはすでにまあ定義した、ルールセットをさらになんかちょっといじって使いたいとか、そのまんま使いたい、ここでは今そのまんま使ってますけども、さらにちょっといじって使いたいっていう時に、ミックスインを使います。で今はそのまんま入れてるんで、エクステンドと変わらないやり方じゃんと思うんですけど、実はここは引数を受け取って、さらにこうカスタマイズすることができるんですけども、それはちょっとこの後制作環境をセットアップした後に、ご紹介したいと思います。時間なくなってきたんでちょっと制作環境のセットアップいきますね。まあ、ざっくり今お話ししたようなのがあの SAS の機能なんですけど、まだ山ほどあるんですよ機能は。でこれ全部使うかっていうと使わないです。で今日紹介したような機能がせいぜい使うものだろうなと思っていて、全部あの使う必要ないんですよはっきり言った SAS の機能って。どっちかっていうと一部のネストとか変数とかそういう重要な機能っていうのを絞って使うっていうのが大事なので、無理にいろんな機能をミックスインだとかエクステンドだとかをこう使いこなそうと思ってプログラム的に CSS に書きまくるようなやり方はあんまりおすすめしません。で、制作環境のセットアップなんですが、SAS の利用環境に関しては、まあ、いくつかありますが、まあ、ウェブサービスと、GUI と CUI それから ID があります。で、一番上が楽、まあ、ウェブサービスが楽なんですけど、具体的にちょっとデモするとですね、これは、一回止める。よいしょ。あれ。あ、来た来た。ウェブサービスっていうのは何かっていうと SAS マイスターっていうサービスがありまして、もうブラウザー上で SAS が書けるんですよ。さっき、おお、ちょっと。これ Google と出てくるんですけど SAS マイスターって。左側にこの SCSS を書くところがあって、右側はもうリアルタイムに CSS にコンパイルしてくれます。まあ、例えばちょっと書いてみましょう。行くとこ。マージン2ピクセルで、さらにそれにディストをネストしてパディング20ピクセル、あ、ちょっと綴りがおかしいですね。で閉じる、こんな感じ。ちょっと字がちっちゃいんで拡大します。こんな感じでウェブサービスで、まあ、SAS マイスターっていうのがあるんで、ググっていくとですね、まあ、こんな感じでリアルタイムに書いたら、右側に CSS が出ます。なので、環境セットアップめんどくせえなっていう人は、もう手っ取り早くここで書いちゃうっていうのは手です。で、何も別に、しかもここで書かなくても、手元のテキストエディターで全部書いといて、コンパイルするときだけ、このサイトにアクセスして、で、ここに全部こう、書いた SAS をペーストってやったら、リアルタイムでコンパイルされます。これだと、SAS のバージョンを切り替えたりすることもできるんで、非常に便利かなと思います。ここで SAS のコンパイラーのバージョンを選べるんですよね。今最新版の 3.21 とか、あと記法を最初に言ったような SAS にしたり SCSS にしたり、書式も出力するのが、あ、ここで説明したい、すれば早いんですけど、出力スタイル4つあるっていう話したんですが、一番デフォルトだとエクスパンディットになっていて、エクスパンディットで出すと、まあ、普通のいわゆる CSS ですよね。でネスティットにするとこんな感じ、なんじゃこりゃって感じなんですけど、閉じ括弧がネストされるんですよね一緒にね。
ね、コンパクトにするとさらにこれが、1つのルールセットが1行に収まる、まあ、こうやって書いてあったらこういうふうに複数プロパティがあっても1行になっちゃうと。でさらにコンプレストっていうのがさっき言ってた1行にも全部しちゃうっていうやつですね。こんな感じで4つのオプションがあるんで、コンパレス的に自分はどれがいいのかっていうのを選ぶのがいいと思います。まあ、基本的には開発時にはエクスパンディットにしといて、まあ、見やすいソースにしといて、出力するとき皆さんにも提供してサーバーにアップしますよっていうときはコンプレストを選ぶっていうので、まあ、間違いないかなと思います。で、すいません時間がだいぶなくなってきたんで、お話しするとあと CUI ですね。一応 CUI やっておきましょう。CUI に関しては、Windows だとですね、必要なものが2つあります。まず Ruby が必要です。で Ruby をインストールしなきゃいけないんですけれども、 Ruby ってこうやって検索してもちょっ と、ややこしいサイトが出てくるんで、インストーラー Ruby インストーラーとかで検索すると、まあ、Ruby インストーラー for Windows っていうサイトが出てきます。なので Windows 使っている方はまず Ruby を入れる必要があるんで、この Ruby インストーラーで検索して Ruby インストーラー for Windows をインストールしてください。でこの作業は Mac の方は不要です。で Windows の方は、ここでバージョンいろいろあるんですけど、まあ、1.931 系の最新版が一番安心だと思うんで、それをインストールしていただくと。で今これ入ってるのかな、さっき一瞬消したか。ので、これをダウンロードしてきてインストールする必要があります。で Mac の方はデフォルトで、Ruby が入っているんで、この作業は必要ありません。でポイントはですね、これインストールするときにポイントがあって、普通にこうインストールしていくとダメで、この、インストール先とオプションの指定をするときにですね、よっ、これ。Ruby の実行ファイル上環境変数パスを設定するっていうのがあって、これチェック入れてないとどっからでも Ruby が使えるようにならないんで、これを入れておくのがポイントです。でインストールしますと。でこれが、これで Ruby はインストールされますと。でもう一個インストールしなきゃいけないものがあって、それが SAS ですね。 SAS 本体ですね。でそれは、Windows の場合だとコマンドプロンプトから、で Mac の場合だとターミナルからやります。でこれはデザイナーの人とかにはすごく馴染めないものなんですけど、もう慣れてもらうしかないんで、そういうものだと思ってちょっとだけ我慢してください。で Windows の場合は、Windows R っていうショートカットキーを押して CMD ってやると、まあ、コマンドプロンプトが立ち上がるんですけど、まあ、スタートメニューから探してコマンドプロンプトっていうのを探しても OK です。で、Ruby が入った状態だとここで Ruby のバージョンとかチェックできるんで、この状態でよいしょ、gem インストール sas、 あ、ちょっと綴り間違えた gem インストール sas ってやると sas がインストールされますと。まあ、こんだけです。でこれやっておくと、SAS が使えるようになるんで、あとは使うんですけれども、はっきり言ってこの CUI から使うのはあんまりそのプログラマーデベロッパー以外には現実的じゃないんで、ここまでは誰でもできると思うんですよ。 Ruby 入れて gem インストール SAS って書くのは、これはもう決まった言葉なんで、 Windows でも Mac でも、Windows の場合はコマンドプロンプト、 Mac の場合はターミナル立ち上げていただいて、gem インストール SAS ってやればこれが入るんで、この後は、多分 GUI を使った方がいいだろうなと思います。で GUI を使う場合は、2種類あって、SAS 自体をコンパイルするためのソフト、例えば、有名なところを紹介しておくんですけど、コアラとか、いうサイト、ソフトがありまして、これは Windows でも Mac でも使えるんですけども、今の Ruby を入れて SAS を入れるっていう作業さえしておけば、こういうソフトを使って、ソフト上でコンパイルすることができると。 SAS ファイル用意して CSS に変換するっていうことができます。なのであんまりプログラム慣れてないなっていう方は、こういう GUI のソフトを使うのが良いかと思います。でそうじゃない、もうちょっと慣れてるよっていう人でも CUI を毎回叩くの大変なんで、
やっぱおすすめはこういう統合環境、IDE 環境で書いていくっていうのがおすすめです。今基本的にドリームウィーバーだろうがサブライムテキストだろうがウェブストームだろうが大体のエディターには SAS 機能っていうのが入っていて、コンパイルまでしてくれたりします。でさっきのまあ Ruby と SAS の、GEM インストール SAS っていうのをやらなきゃいけないんですが、それさえやっておけば、こんな感じでここに SAS を書いてコンパイルするってことができます。ちょっと今書いてみますね。これ今左側で開いているのがこれ見えます？文字一番後ろの方見えます？大丈夫です。左側が SAS です。で例えば、行くとこで今これエラーが一瞬出てたのはこの中途半端な状態だからこれでコンパイルするとエラー出ちゃうんですね。まあボーダーバックグラウンドカラーを赤にしてでリストバックグラウンドカラーを黄色にするみたいな。するとリアルタイムにこんな感じで CSS に変換されると。なので、まあこんな感じで ID 上でやっていくっていうのがまあ一番現実的なところかなというふうに思います。環境設定それからイメージですね。まあなので、まあ、IDE を使うのがベストなんですけども、おすすめ私のおすすめは WebStorm、PHP Storm、IntelliJ IDEA っていう、まあ、JetBrains 製品ですけども、まあ、サブライムテキストとか Dreamweaver 使っている方でも、十分こういう機能を対応してますんで、やはりそういうふうに進めていただければと思います。で最後すいませんちょっと駆け足になってますがよいしょ。現場で使う時のポイントですよね。でちょっと今時間がないんで、省略して、まあ、またちょっとまた別の機会にはしようと思うんですけれども、実際にどういうふうに SAS を現場で使えばいいのかっていうのはやっぱりその使う人が一番最初にも言ったんですけども、全員 SAS を使えないとダメっていうポイントが一番難しくて。それはなかなか難しいと思うんですよね。もう今日から皆さん SAS を使ってくださいっていうの、今まで CSS しか書いてない人に対して皆さん SAS を使ってくださいって難しいと思うんで、なるべく、CSS しか書けないっていう人は CSS だけでも、いいように、この人にはこの CSS ファイルを書いてもらって、で私たちはじゃあ SAS を書きましょうと、で CSS ファイルを分けて、でそれを最終的に、まあ、インポート等で、まあガッチャンコするっていう、インポートして、まあ、一つの CSS ファイルに読み込んでいくっていう手も、まあ、一つの手かなと思います。でそうじゃなくて、まあ、これから環境を整えるんだっていう方に関しては基本的に、まあ、開発チームで全員が SAS を使うとか、SAS を書くときにこういうルールでやろうっていうふうに、まあ、ある程度ガイドラインですよね。 CSS を書くときもインデントの幅をどれぐらいにしようとか、どういうふうなクラス名の命名の仕方にしようとかっていう決めたりすると思うんですけども、そういうガイドラインっていうのを社内で作って、あるいはまあ自分で決めて、やっていくっていうのが、まあ、一つそういう現場で進めていく際の、まあ、ポイントになるのかなというふうに思います。すいませんちょっと後半この辺ちょっとお話できなかったんですけど、まとめに行かせてください、時間がないので。まあ、SAS は、まあ、CSS を効率的に書くための拡張言語ですよと。で制作環境は、まあ、今お話した通りでブラウザーだったり GUI アプリケーションだったり、ID だったりいろいろあるんで、まあ、これは自分に合ったものを、選んでいただくのがいいかなと思います。基本的にはでもやっぱり便利なもので圧倒的に速くなるんで、僕ももう2年以上かな使ってますけれども、1回もう足を踏み入れたら多分 SAS で書いた方が圧倒的に速くなります。なので今まだ書いたことないよっていう方は、まあ、ぜひちょっとやってみていただければいいかなと思います。で SAS であれば、まあ、一部 CSS 一部 SAS っていうことができるんで、まあ、そういうところから始めるのも、一つの手段かなと思います。すいませんちょっと後半駆け足になってしまいましたが、以上でございます。ありがとうございました。で、すいませんちょっと時間がオーバーしちゃったんですけど、ちょっとだけなら、質疑応答大丈夫なんで、もし何か、答えきれない話しきれない
かったんで、これだけ聞いておきたいということがある方は挙手でお願いします。大丈夫ですかね。まあ後で懇親会で直接聞いていただいてもいいんで、お話しさせていただければと思います。あ、最後ごめんなさい、アンケートを作ってあるんで、もしよかったらこれだけ、お答えいただいて、本編終わりなんでこれで帰るって方はちょっとアンケートだけご協力いただければと思います。これスマホで QR コード読んだらスマホ上で答えれるので、お願いします。でもし PC しかないよっていう人は下の URL にアクセスしていただいて、 PC もスマホもないっていう方は大丈夫です。で、これをやりつつ、なので本編これで、終了になりますんで、今日はどうもありがとうございました。はい。あ、で、ごめんなさい、このリスト一応さ冒頭に申し上げた通りで、繰り返しちょっとやっていきたいなと思っているんですが、来月ちょっと僕は海外に出張行ったりとかしてるんで、多分次回また4月くらいに、同じようにコンパスでイベント立てて、こういう規模の、勉強会やりたいと思っています。でテーマは今回早速やりましたけど、いろんなことウェブに関わることなら広くやりたいと思ってるん で、あと話す人も私だけじゃなくていろんな人に話してもらいたいと思ってるんで、まあ、こういうことをやりたいとかってあれば、今のアンケートに書いていただいてもいいですし、直接私に連絡していただいてもいいですので、よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました。